はい、こんにちは、トモです。とそれでは、プレステ4版のシーンとパート16やっていきたいと思います。と前回クチャラ姫も無事救済することができまして、他の印人も、全員、印をなくすことができました。ただ主人公一人だけがねまだ残ってるんですけれども、この後どうなっていくのでしょうか。それでは続きやっていきたいと思います。何かご用でしょうか。本日はもうお休みになられますか。じゃあ休みます。おやすみなさいませ。それではおやすみなさいませ。第3章クチャラ花嫁完。では次は4章ですね。3章終了トロフィー、はい。クチャラ花嫁の事件から3日が経過した。印人たちは皆九条館から立ち去り、残っているのは自分だけだ。果たして自分が印から解き放たれ、この館から出られるのはいつの日か。ため息は出るものの、成果の方は一向に出ない。メリーに聞いたあるものを見つけるため、九条さやの寝室を調べていた。女性の部屋を漁るのはデリカシーに欠けるが、そうも言ってられない。机や棚の中はもちろん、絨毯の裏まで目を皿にして調べてみたが、何も見つからなかった。床に広がる乾いた血痕を見ると、あの凄惨な光景を思い出してしまう。ねえ、これすごい死に方。あんな死に方はしたくない。その一心であの日から今日まで必死になって生き延びてきた。だが、この悪あがきもいつまで続けられるのだろうか。そのことを考えると、足元が崩れるような空恐ろしさを覚える。調べられる場所をすべて調べた後、九条さやの寝室を後にした。人のいない玄関ホールはいつもより温度が低く感じた。気がつけば九条館に来てからもうすでに1週間以上が経過している。この奇妙な屋敷にもすっかり慣れてしまった感がある。認めたくないことだが。ごきげんよう。メリーが抑揚のない声でいつも通りの挨拶をする。いまだに得体の知れない人形だが、誰もいなくなったこの館で喋り相手になってくれるのはありがたい。主人の寝室に親鍵でいいのかな、親鍵はありましたか。いや、見つからなかった。そうですか。あるとすればあそこだと思ったのですけども。今日までに館内を隅々まで調べたが、めぼしい情報は見つかっていない。残っているのは鍵のかかった部屋くらいだ。それを開けるために九条館のマスターキーを探している。メリーの話だと九条さやの寝室にあるかもしれないということだったが、結果はご覧の通りだ。こんなことならばさや様からもっとお話を聞いておくべきでした。申し訳ありません。メリーの声がわずかに悲しみを帯びた。そんな時の様子はまるで人間に見える。こうして見ていると本当に不思議な人形だ。今まで必死に追われる日々で考えている暇もなかったが、彼女はどのようにして生まれたのだろう。なあメリー、お前を作ったのは九条さやなのか。いえ、さや様が生まれる以前から
九条家へお仕えしておりました。物心が芽生えた時にはすでにこの館にいましたね。長い年月を経た道具には神や火星が宿ると申しますが、私もその類かもしれません。つまり九条家の守り神のようなものか。それは大げさでございますが、そのような存在になれればよろしゅうございますね。だからこそ鞘様の件は残念でございます。せめてあの方のご意志を尊重し、印人の皆様をお救いできればと存じます。メリーの澄んだ翡翠色の瞳がこちらをじっと見つめる。屋敷様、あなたのおかげで多くの印人が救われました。鞘様もきっと屋敷様に感謝されていることでしょう。もちろん私も同じ思いでございます。感情の希薄な声だがわずかに柔らかい気がした。表情で感情を出せない彼女なりに感謝を表そうとしているのかもしれない。さて屋敷様と、お、どうやら新たな印人がこの館へやってきたようです。誰だ。あなた様に印を刻んだ怪異の手がかりがあればよいのですが。メリーの言葉が終わらないうちに玄関扉が叩かれた。誰だろう。はい。入ってきたのは派手な衣装を着た少女だった。その奇抜な姿に唖然としていると、はじめまして、おはようございます。今は夜更けなんだが。あ、すいません、私の教会いつでもその挨拶なんで。あの、ここって九条先生のお宅ですよね。安岡先生の紹介で来たんですけど、さや先生いらっしゃいますか。安岡先生、もちろん知らない名前だ。残念だが九条さやはいない。俺は屋敷友という彼女の代理のようなものだ。呪いのあざのことで来たなら代わりに聞こう。そうそう、その呪いのあざのことですよ。専門的には印でしたっけ。これがあると記憶が変になって近いうちに死んじゃうんですよね。安岡先生から聞きました。先ほどから驚かされてばかりだ。まさか九条さや以外に印を知る者がいるとは思わなかった。だがこの娘、事情を知ってる割にはとりわけ落ち込んでいるようには見えない。君怖くないのか。そりゃ怖いですよ。でもビビってるのは悔しいじゃないですか。私、ファンのみんなのためにもさっさと印をなんとかしたいんです。ステージで歌詞をど忘れするなんてプロとしてあっちゃいけませんし。なんとなく彼女の職業が分かった気がする。この娘はアイドルだろう。お笑い芸人で、まあアイドルでしょう。君はアイドルとか歌手とかそっち方面の人。あ、そうですそうです。あ、自己紹介がまだでしたね。私は柏木愛です。ラブ&ヒーローというアイドルグループで、あ、歌ったり踊ったり演奏したりしてます。これあのさっきの第3章の何だっけ、名前忘れた、エータかオタクの好きだったグループだね。あいつ今ここにいたらもう大騒ぎだろうな。逆にそれ見てみたい気はしますけど。ならその格好は舞台衣装か。はい、かっこいいでしょ。実は歌番組の撮影が終わった後こちらへ直行したんです。楽屋に戻るとマネージャーに見つかっちゃうから。お
かげでタクシーの運転手さんにもじろじろ見られましたよ。コロコロとした笑い声を上げながら、彼女がショート丈のジャケットを脱ぐと、肩には見慣れた印が刻まれている。これのせいで今ノースリーブの衣装を着られないんです。これから夏真っ盛りなのに。やはりその方は印人で間違いないようでございますね。誰？突然聞こえた少女の声に、アイは目を丸くして驚いている。印は知っていても、メリーのことは知らなかったらしい。メリーがアイに今までの経緯を説明する。話は九条さやの無残な死から始まり、三体の怪異との遭遇へと続いていく。アイは九条さやの死に驚きつつも、非日常の世界で起きた出来事を何とか理解しようと努めていた。ではアイ様、印を刻まれた場所について心当たりはございませんか？それは多分怪奇スポット巡りのロケの時だと思います。それの撮影が終わるまであざなんてなかったですから。その怪異スポット巡りについて詳しく聞いてみる必要がありそうだ。これは多分上から順番に聞けばいいですよね。夏の怪談特番です。その途中、私とゲストの安岡先生に変な形のあざができてて、それを見た安岡先生が印だって教えてくれたんです。安岡先生も印ついたんだ。愛だけでなく安岡という人物も印を刻まれたようだ。その安岡って人はここに来ないのか？あ、言ってませんでしたっけ？安岡先生も来るはずなんですけど、ちょっと遅れるみたいです。銀座のお店を閉めてからこちらへ向かうらしいんで。次は何を聞こうか。幽霊が出るって噂のある3カ所の怪奇スポットを巡りました。まず大市の古いトンネルに行って、次に T 市にある人身事故の多い踏切へ向かって、最後に H 市の人通りのない裏通りでした。案の定 H 市も混ざっているようだ。あの日の収録は時間が押しててドタバタしてましたからね。気がついたらって感じです。あまり参考にならない話だった。愛から聞ける話はこんなところか。ロケで行った H 市の裏通りだが、具体的にはどこなんだ？あ、それならちょっと待ってくださいね。アイはバッグから携帯電話を取り出すと、慣れた手つきで操作を始めた。確かマネージャーからのメールに書いてあったはずなんですけど。あったあった。ケーミヤ町北通りってとこですね。なんかマンホールがたくさんあって変な場所でした。ケーミヤ町北通り。ガレージで見つけた資料によれば、仏像を抱えた女が目撃された場所だ。これは果たして偶然だろうか、それとも。なんか深刻な顔してますけど、どうかしました？いや、ちょっとな。どうやら今宵向かうべき場所が決まったようですね。屋敷様、早速ケーミヤ町北通りへ向かってください。怪異の痕跡が残っているかもしれません。それだけではない。 H 神社から盗まれた仏像の手がかりも得られる可能性がある。もちろん私もついていきますよ。
ラブ&ヒーローでも歌ってますからね。待ってるだけの女の子じゃないの。行く手を阻む悪のトラップ、ガッツ全力突き抜けろって。そうか。彼女のグループは暑苦しい歌を得意としているようだ。それはともかく、やる気はあるようだし、手伝ってもらうことにしよう。まあ、パートナーはもう柏木さんですね。はい。ではちょっと一回セーブします。はい、セーブしました。それでは、京宮町北通り向かいたいと思います。京宮町北通りは閑静な住宅街の間にあった。大通りから離れているせいで、この時期ともなると人通りは皆無だ。多少の不審な行動を取ったところで通報されることもないだろう。そうですそうです、ここでした。ここで安岡先生と一緒に幽霊を探したんです。もしかしてその幽霊というのは、白衣を着た仏像を抱えた女か。はい、そんな感じの噂でした。けど仏像の話は初めて聞いたかも。で、主人公だった。で、お目当ての幽霊はいたのか。それはいませんでしたね。でも安岡先生は撮影中ずっと良くない気配がするって言ってました。さっきから何度か出ているその安岡先生なんだが、一体どういう人なんだ。あれ、まだ説明してませんでしたっけ。安岡先生は有名な占い師さんで、よく当たるって評判なんですよ。本物の霊能力者だって噂もあるくらいだし。その安岡という人物は印のことを知っていた。九条さやの協力者なのかもしれない。そうだ、安岡先生にメール出しとこ。屋敷さんやさやさんのことも伝えておいた方がいいし。愛が携帯電話を操作し始めた。最近携帯電話が急速に普及しつつある。10年後には老若男女問わず誰もが持つようになるかもしれない。つくづく技術革新のスピードには恐れいる。お待たせしました。じゃあ屋敷さん、早速調べてみましょうか。私にできることがあったら何でも言ってくださいね。そしたらマンホールだよね。何の変哲もないマンホールの蓋だ。専用の金がないと開きそうにない。あら、そう。あれ、この蓋だけ他とデザイン違いません？確かにこれだけ古い型式のようだ。表面に汚らしいサビが浮いている。よく見ると手をかける場所がありますよ。持ち上げられるんじゃ。無理だろう。マンホールの開けるにはそれ用の器具がいるはずだ。とりあえず試してみましょうよ。こういうのって案外気力と根性でなんとかなるもんです。それは君んとこの歌詞の中だけだろう。ほらほら、屋敷さん、そっち持ってください。わかったよ。よいしょっと。蓋が開くとカビ臭い風が吹き抜けた。まさか本当に開くとは。漆黒の穴が地下深くまで続いている。穴の側面には錆の浮いたはしごが取り付けられていた。下水道にでもつながっているんでしょうか。その割にはそれっぽい匂いはしないような。仏像を抱えた白衣の女の噂だと、そんなの姿がいつの間にか消えていたというが、もしかするとこの穴に隠れたのではないだろうか。行ってみよう。
マジですか？私、舞台衣装なんですけど。じゃあ、待ってるか？行きますよ。でも、はしごを降りてる途中に上を見ないでくださいよ。はあ、なるほど。まずは自分がはしごを降り、すぐに愛が続く。錆びたはしごは足をかけることにギシギシと頼りない音を立てた。慎重に降りているせいもあって、なかなか穴の底にたどり着かない。どうやら通常の下水道より深いところにまで続いているようだ。なんか秘密の入り口って感じですよね。秘密結社の足戸があったりして。頭上で愛の声が響く。能天気な冗談を言っているのは不安をごまかすためかもしれない。やがて硬い地面に足がついた。そこはコンクリート造りの通路となっていた。長い間換気されていないのだろう。カビ臭い空気が溜まっていて、かすかな息苦しさを覚える。どう見ても下水道じゃないですよね。衣装が汚れないのは助かるけど、ここは何でしょうか？もちろんわかるわけがない。調べてみるしかないだろう。はい、ではちょっとセーブします。はい、セーブしました。では進んで、そこの先は一箇所だけだな。行き止まりだね。照明が怪しく赤い光を放っている。なんか箱がある。探る。両手を蓋の下に差し入れ、力を込めて引っ張り上げると、箱は思ったよりも大げさな音で口を開けた。中にはいくつかの工具と手帳のようなものが入っていた。ハンマー、ナタ、赤い手帳を手に入れた。いろいろ入ってましたね。その手帳、何が書いてあるんです？愛とともにパラパラとめくってみる。やけに細かい字で書き込まれている。暗い場所では読む気になれない代物だ。だが文字以上に注意を引いたのは、何の匂いだこれ。獣アルプラ、香料、そして血の混じり合ったような異様な臭気が鼻をついた。この手帳が臭気の源であることに気づくのに、そう時間はかからなかった。よく持ってられますね。早くしまった方が良くないですか？吐きそう。とりあえず手帳をバッグにしまい込む。他のものに匂いが移りそうだが、背に腹は変えられない。ここぐらいかな。はい、ではちょっといい時間になってきましたかね。はい、ここでちょっと終わりたいと思います。それではどうもご視聴ありがとうございました。それではまた。はい、と思ったんですけど、ちょっと見たらね、まだちょっと25分ぐらい弱ぐらいだったんで、あと5分ぐらい撮れるかなと思ったんで、そのまま探索続けたいと思います。すいません。ではここを調べてないけど、はしごぐらいか。下は何もないですね。じゃあ先へ進みましょう。なんだ。ひっ。突然愛が情けない声を上げて立ち止まった。屋敷さん、あれって何？愛の触れる指の先を照らすと、ん？何何？ん？何何？なんか黒くて長いものが壁にべったりと貼り付いていた。髪の毛？髪の毛なのか？だがなんでこんな場所に？え、マジで？あ、調べることはできないんだ。あー、でもまあ髪の毛っぽく見えるな。なんかこれもなんか垂れてるように見えるけど、と
とりあえず調べる。わあ、下もなんか見えるよ、ほら。あれ？あー、でも、あー、こんな感じか。あー、ライト当てると見えるね。わあ、なんか気持ち悪い。寒気してきた。とりあえず先に進みましょう。あ、でも入り口なんかの入り口、武骨だがしっかりした作りの鉄扉だ。塗装の剥げ落ちているところを見るとだいぶ年代物のようだ。うわー、すっごい古そうな扉。まさか地面の下にこんな場所があるなんて。あ、もしかして何かの研究所とか。よくそんな恐ろしいことをさらっと言えるものだ。無邪気といえばまだ可愛げもあるが、単純に考えが足りないだけかもしれない。ひどい。ごめんなさい。私余計なこと言いました？いや、そうではないが。愛を放り出したままドアノブに手をやる。当然というべきか、鍵がかかっている。行こう。こういう場所にはあまり長居しない方が。そう言いかけた時だった。うおい、何？何このおじいちゃん。規制を上げて一人の老人が鉄扉の中から踊り出てきた。こりゃ、どこのもんだお前たちは。わしの縄張りで何をしとるか。ん？にやついているが、恋はあくまで真剣だ。その時、ふっと一周が鼻をかすめた。どうやらこの老人はここを住処にしているホームレスらしい。いや、別に。そうです。私たち別に何もしてない。愛がとっさに助け舟を出してくれるが、大して効き目はないようだ。ここの地下壕はの、お前たちみたいな半端もんが出入りできる場所ではない。分かったら縄張りを荒らさんでとっとといね。なんだあのじいさん。老人は再び鉄のドアの向こうに消えた。ご丁寧にしっかり施錠していったようだ。びっくりしました。まさか人が出てくるなんて。もしかしてあの人ってホームレスの人ですか？え、声を弾ませて聞くことではないだろうに。彼女の中では珍しい動物でも見かけたような、そんな出来事なのかもしれない。それにしてもあの老人、なぜわざわざ警告しに来たのだろうか。扉が閉まっているなら縄張りとやらを荒らされる心配はないだろうに。しかし、なぜがわからないなら忠告に従っておくべきだろう。行こうか。またどやされるぞ。あ、はーい。これで行ける場所は大体調べたはずだ。ここはどうやら地下壕らしいが、コンクリート作りの堅牢な構造といい、堅牢な構造といい、普通の地下壕ではなさそうだ。白衣の女とか怪異の情報はありませんでしたね。期待できるとすれば手帳くらいか。さっきのおじいさんにもっと話が聞ければよかったんですけど、あの扉の向こうに何があるのやら。この地下壕に入ってからずっと真綿で首を絞められるような息苦しさを覚えている。よどんだ空気のせいだと思っていたが、それだけではないのかもしれない。頭の中で何かがうつく。ここには何か恐ろしい秘密が隠されている。確信に近い予感だった。自分はもしや地下壕知っているのか。屋敷さん、
ぼーっとしてますけど、大丈夫ですか？顔色も悪いですよ。ああ、なんでもない。ここって空気悪いし、気分悪くなるのも仕方ないですよね。一旦戻りましょうか。地下壕の入り口まで戻ると、頼りないはしごを登り始めた。マンホールから出ると、心地よい夜風が頬を撫でる。地下でまとわりついた不快な空気が飛散していくような気がした。あら、アイさん、やっと見つけたわ。あなた、無事でよかったわ。あ、安岡先生。おはようございます。お疲れ様です。でも、どうしてここに？九条さんの館へ行ったのだけど、誰もいなくて。そこにあなたからメールが届いたから、ここにやってきたのよ。しかし本当に驚いたわ。さやさんが亡くなっていたなんて。どうやらこの人物が愛の言っていた安岡先生らしい。はい、では、まあいろいろとキャラがまた出てきましたね。おじいちゃんと、あとこの安岡先生、占い師さんですかね。ここで、まあちょっと5分経ったかな。今回はごめんなさい、ここで終わりたいと思います。どうもここまでご視聴ありがとうございました。